はい、こんにちは、ウィンマンズの小出です。ウィンマンズチャンネルではですね、ガレージ R キングバイヤーで販売中のスポーツカーですね、中古車車両を随時アップしております。2日に1回はアップしておりますんで、中古車のですね、スポーツカーが気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今日はですね、本店に来てます。今日はね、6月の後半だというのにかなり暑いですね。もう真夏です。もう見てください、この色鮮やかなコンストラクト、はい、で今日紹介したい車はこちらです。はい、ホンダのですね、ビートというですね、軽自動車になります。オープンカーの軽自動車ですね、2人乗りの軽自動車です。今日はこちらを紹介していきたいと思います。ちょっとの時間ですが、よろしくお願いします。はい、ですね、これ平成3年式です。平成3年というと、もう今からもう31年も前の車になりますね。はい、で一応もうこの形、もう街中今走ってても車見かけないと思うんですよね、この車。だから本当知らない方いっぱいいるんじゃないかと思うんですけど、今回はですね、こちらを紹介していきたいと思います。平成3年式のですね、走行が9万5000キロ、30年も前の車なのに9万5000しか走ってないと考えていいんじゃないでしょうか。修復はあるんですけどね、フロント側のコアサポートを修正してるよという修復はあるんですが、状態見てもかなり、良さそうですよね。悪くはない、まあ、年代によっては30年前の車 にしてみたら、絶対こういったアクリル板とかは絶対ボロボロになるのはいっぱいありますんで、このホロもね、すごい綺麗だと思います。破れとかもないですし、はい、でこれちょっと後ろを見ていくと、リアスポイラーですね、ホンダのマークがあって、マフラーはね、こう車外に書いてますね。はい、これをねちょっと見ていきたいと思います。はい、内装、いきなり内装からいきましょう。ドアはね、これ一応パワーウィンドウになってるんで、あそこにセンターにですね、スイッチがあります。はい、でドアはもうシンプルに、開け閉めするレバーしかございません。でもこういったちょっとね、汚くなっている赤っていうのは、これもう磨けば落ちます。これもね、まだ入ってきたばっかりはばっかりなんですけど、はい、でこのステップ、お、これ結構剥がれがあるねっていうのと、これがちょいちょいサビが出てきてますね。うん、でここら辺はいい状態ですけど、これシートはね、シートこれ一応ですね、純正はあんな感じの模様のシートになってます。これも、こういう感じなんですよ、カバーがくって、これがこの一番擦れるところがもう擦り切れてしまって、肉を削いで骨が見えてるって感じですね。まあ一応変えるっていうことなく、こういうカバーを今こうかぶせてる状態です。はい、これは一応まあもっと違うシートカバーかぶせてもいいし、シートを変えちゃってもいいかもしれないですね。はい、で、このホンダのですね、ステップが入っていまして、ですね、はい、でこれがですね、マニュアルの5速です。なんでクラッチペダル、一応ここだけ、アルミのやつが入ってますけど、でこれハンドルですね。はい、平成3年なのに、フロントにエアバッグがついてるって、これはね、当時で言えば最先端だと思います。はい、でこのね、この特徴あるメーターですね、これね、バイクのメーターみたいなのがここにゴーンとくっついてるって感じですね。でこれスピーカーは社外品のやつをドーンと乗っけてます。でこれも後付けでしょうかね、コンソールにくっつけてオーディオをつけてますね。ここら辺も自作でしょうね、自作でこれゴミ箱だったり小物入れっていうのを作ってます。
はい、でこれがパワーウィンドウのスイッチですね。で H パターンの5速、ここもレバーは変わってますね。はい、それで一応この狭いですねスペースになんと灰皿がついてますね。平成3年だとまだタバコを吸う人たちがかなり多くて、この灰皿がないとっていう需要があったんですね。はい、でここにコンソールがついております。これね、これはね CD ケースかなんか入れれるようになってるんですよね。 CD がパッと入れるように。はい、でシートがね、ここちょっとタバコの穴がありますね。前タバコを吸ってた方が所有してたかと思われますね。はい、一応ボンネット、エンジンルーム見てみましょう。これがね逆さです。今フロントから開けようと思ったろうって突っ込んだ方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、その通りです。すいません、逆でした。はい、これがね、あ、でしかもエンジンは後ろだから、エンジンはフロントにないんですね。RR です、ミッドシップですね。はい、一応これはスペアタイヤが積んであって、こういうですねジャッキ類とブレーキマスターウォッシャーっていうのがついております。事故の原因はこのコアサポートの効果、これほらこれね新しく塗ってるんだけど、こうシールが違うんです。なんでここを交換してますねっていうので事故車として取り扱われてますね。ただこっちのね中入ってないんですよ、このインナーの歪みとかがないですね。うん、なのでそんなこうちょっとぶつけたかなっていうところで、という判断なんですね。はい、こんな形になってます。一応バッテリーがあって、もうトランクルームという名の、まあ一応工具置き場、物置き場みたいな感じになってますね。でこの中にエンジンが隠れております。 660cc のエンジンですね。まあこれがね足回りが見えてまして、ここオイルです。だいぶコンパクトですよね。もうほんと小さいスペースの中に、限られたスペースの中に技術が詰め込まれてるという車ですよね。はい、これ一応マフラーがね、これ社外品だと思いますね。なかなかいいマフラー入ってんじゃないでしょうか。サビもないですね。サビもないね。で、一応ホイール見てみましょう。リアのホイール。ブリヂストン。これかなり古いね。165-65R14。一応こう見ると、ひびがね、もうだいぶ入ってきてるんで、山はね、結構あるんですよ。八分山ぐらい。ただこれひび割れが結構ひどいな。だからまあ専門家からするとタイヤ変えた方がいいんじゃないでしょうかっていうことになるとは思いますけど、危ないんでね、バーストしちゃうと。はい、でドアは、まあ、こういうところちょいちょい傷はあるはあるんですけど、これ多分黄色なんですけど、だから同色に仕上げてますね、ペイントでね。うん、おそらくこういうところのこうマスキング跡があります。このあるじゃないですか、ここね。なので一応仕上げてるはいると思います。でこう見るとボンネットもね、ここに、塗装割れがあって、その中からねサビっぽいのが出てきてますね。うん、もったいないね。でエンブレムライトですね。
で一応フロントのタイヤも同じだと思います。1556R13、こっちもね、タイヤは結構傷んでます。でホイールはね、もう鉄筋ホイールですね。4ケツの鉄筋ホイール。あー、フロントの方がちょい一回り小さいんですね、でね、ちょっとここのピラーのところ、これは多分ここ黄色だったものを黒く塗ってるんだけど、その塗装がもうひび割れちゃってますねって感じですね。でモールとかは綺麗なんだよね、そうですけど綺麗なんですよ。でオープンするのはもうこのレバーを引いて、こうやってレバーを押してこうチェック、そしてこれをガチャッと片手で一発でいけますね。こんな感じで、これあのアクリルはね気をつけないといけないですね。こんな感じです。いいんじゃないでしょうか。ビートという車を知っていただければ、もう本当に、ガソリン時代の車の軽自動車で、の中の名車中の名車です。今73万円で出てますけど、状態いいのはあんまり残ってないと思います。ちょっとね、運転してみたいと思います。はい、そしたらですね、エンジンをかけてみたいと思います。一発始動。エアコンがかかるかどうか。エアコンね、ちょっと微妙かも。エアコンはちょっとやっぱ効いてないですね。もっとなんかおもちゃ感あったけど、すごいしっかりしてるな。全然遊べますね。これはうちの走行会でビート来てたと思うんですけど、ビートのお客さん、そのビートもめちゃめちゃ綺麗でしたね。状態良かったと思います。これ軽自動車だけど本当にね、爽快です。すごいいいです。9万5千キロでしょ。まだまだ走れますよね。ポジションもちょっと狭いのかなと思ったんですけど、ロードスターと変わんないですよね。一応マフラー入ってるせいか、やっぱりエンジン音がかなり伝わってきます。マニュアルなんで、一応これ乗ってみて不安なのはタイヤぐらいですかね。一応こう右左やっても全然足回りのきしみだったりへだりだったりっていうのは感じないで、こうブレーキやったりアクセル踏んだ時の踏ん張り方とか全然いいと思います。まあ、素人感覚ですけどね。で思った以上にボディがしっかりしてるせいか、ミシミシこうガタガタしててもミシミシ音がしないっていうことがまたいいね。5速、これはね RR でしょ。なかなかない車ですよ。本当に貴重な車です。
素晴らしく気持ちいいですよ。今日は天気もいいし、これ運転席の窓を開けると よりこう風が入ってくるんですよね。運転席窓閉めると上からしか入ってこないんで。こういう車も販売してるんで、しかもこういう車で、遊べるサーキットで、走行会というのも主催しておりますね。やっぱりオープンは最高ですね。やっぱ車で風を切って走るのはバイクもそうですけど、やっぱ大人の車の遊び方っていうもんじゃないんでしょうかね。車で楽しむっていうのはこういうことですよ。はい、今回ですねこちらのビートですね乗ってみたんですけど最高です。ちょこちょこで、手直ししなくちゃいけないところっていうのはあると思うんですけど、価格的にも73万円で販売中なんで、本当にもう余裕があってちょっと遊びたいなと、車で遊びたいなっていう方がいる場合は、ぜひですねこういう軽自動車だし、税金も優しいんですよ本当に。なので、ぜひおすすめだと思うんで、気になった方本店までぜひご連絡ください。はい、よろしくお願いします。ではまた。